YouTube をご覧の皆さん、深浦美穂です。今日はですね、この企画、私もなんかワクワクしてるんですけど、心理テストやってみようということで、私も今日これからいくつかやるんですけど、皆さんも一緒に考えてやってみてください。はい、クエスチョン1。マッチョな男性が綱を引いています。その綱の先は何がありますか？ A 鳥、 B 2匹の豚、 C 車、 D が大木。豚かな、私はじゃあ B を選んでみたいと思います。2匹の豚を選んでみました。仕事に対しての緊張感が分かる心理テストということで、私はですね、生き物2匹だと翻弄されてしまいます。その上、力の強い豚であればなおさら。仕事に対してしっかりやろうとしていますが、バランスを崩しがちになっていますなるほど、面白い。はい、じゃあクエスチョン2いきます。あなたが庭の手入れをしていると、古そうな壺が出てきました。その壺の中に入っていたのは何？ A 蜂蜜、 B 家系図、 C 小判、D 庭の土。結構リアリティあるので庭の土にしてみますD、答えです。あなたが何に騙されやすいか分かる心理テスト。私は庭の土はですね、現実的で騙されにくいそのまま地道で堅実な考えを持っていくといいでしょうっていう占いみたいな。はい、ということで、クエスチョン3。友達と遊ぶために待ち合わせ場所に向かうと、友達がぼーっと待っていました。声をかけずに近寄ろうとした時、友達に蚊が止まっていることに気がつきました。あなたは急いで蚊を潰そうと手を出します。では友達のどこに蚊が止まっていて、どこを叩こうとしていますか？二の腕コンプレックスだと思っている場所がわかるテスト。これは友達に泊まっていた蚊がいた場所、あなたが叩いた場所が、あなたが自分のコンプレックスだと思っている場所。なるほど。腕だったら腕を気にしているとかフォースね、まあ確かに気になってるかもしれない。面白い。はい、では次はですね、ちょっとこう書く心理テストなんですね。順番に4つの絵を描いてもらいます。皆さんも一緒にやってみてください。まず最初に一軒の家を描いてください。はい、2番、次に煙突を描いてください3番、次に池を描いてください。はい、最後にどこでもいいので生き物を描いてください。はい、やばいですね、これがカメです、あなたの深層心理について分かります。1、家はあなた自身、家に帰ったドアや窓の数が信頼している人の数ゼロなん何か、あ、そっか、家だもんね。確かに窓なかったですね。ドアや窓は心を開いている相手を象徴しているゼロ。はい、2番、煙突からの煙は仕事に対するやる気を象徴しています。煙ないんですけど私、煙が出てない人は仕事への意欲が薄れがちで、お金のために働いている人。煙が出ている人は仕事に生きがいを見出している人。煙がもくもく広がっている人はそれだけやる気も旺盛ですと。すごいネガティブ部分が出てきましたね。3番、水を貯めておく池はお金に対する感覚を表します。大きい池を描いた人ほどお金に関して満たされていて、小さい池を描いた人はお金に関して飢えているタイプ。どうですか、家のこのねサイズからしたら大きい方ですかね。4、自由に生き物を描くことによってその人の一番本能的な部分、つまり性や恋愛の感覚が分かります。空中の生き物を描いた人はロマンティストで妄想が大好き。地面にいる生き物を描いた人は普通の感覚の持ち主。退屈な人、池の中に、私ですね、これ亀って言いました。池
池の中の生き物を描いた人は執着心が人一倍強い人。そうなんだな。私信頼してない仕事の意欲はそうそうで、お金はまあまあいいとして、執着心が強い人だということが分かりました。はい、面白いですね。はい、あなたは動物たちを連れて旅をしていますが、お金が足りなくなったので仕方なく一頭ずつ手放していくことになりました。どれから手放していきますか？理由と一緒に考えてください。羊、馬、猿、虎、牛、現実か、現実ですからね。虎、サイ、虎いらなかったはい、選んだ動物にそれぞれ象徴するものがあり、自分にとって何が一番大切で、いざとなったら何から先に手放していくのかが分かるテストでした。まずですね、私は馬を、馬仕事だってまず仕事手放すと、いや、大きいじゃないですか。多分連れていくの大変かなと思って、そのまずサイズ感からちょっと考えたんですけど、餌代もかかりそうだしね。はい、どうかですね、仕事。はい、次、牛、お金、仕事、お金。虎ですね、次はプライド、仕事、お金、プライド、そして猿、友達。羊がですね、恋人ってパートナー、かわいいな、かわいいなと思ってなんか好きな、この中だと好きな動物だなと思ったので、はい、どうしたんですか。それが恋人だったそうです。はい、皆さんもやってみてください。はい、心理テストね、こんなになんかこう奥深いと思わなかったですけど、なんかでも私の性格がすごいいろいろ自分でもね、あ、そうだなという、ことが分かりました。皆さんもぜひまたコメント欄にいろいろ書いてみてください。シェアしてください。またこの回もやりたいと思います。いつも福原美穂の YouTube チャンネル、ご覧いただきありがとうございます。いいね、シェア、そしてサブスクライブの方もどうぞよろしくお願いします。